解放戦争は、ナポレオン戦争の最終段階のドイツにおける故障である。1813年3月17日のプロイセン王国の対フランス帝国戦宣布国に始まり、10月16日から19日のライプツィヒの戦いを経て、1814年3月31日のパリカンラックによって、ナポレオン一世のドイツ支配は打倒された。 1815年のワーテルローの戦いまでを含める見方もある。日本では諸国民戦争内しは諸国民解放戦争と呼ぶ要例も見られるが、この故障はドイツ語の解放戦争と諸国民の戦いとの混同による御用であると考えられる。また、英語、またはドイツ語で諸国民の戦争といえば通常は第一次世界大戦を指す。ナポレオンが ロシア遠征に失敗すると、ナポレオンの支配下に置かれたドイツを中心とした、各国から反ナポレオンの声が上がってきた。プロイセンでは国軍のみならず、義勇軍も組織され、フリードリヒ・ウィルヘルム三世は、鉄十字勲章を創設するなど、特例、古部に熱心であった。1813年、プロイセン王国の元首相で、ロシア帝国の皇帝顧問、カールシュタインは、 ナポレオンの敗退を後期と捉え、ドイツ諸行に大同同盟を進め、ロシアドイツ諸行軍を結成。さらに、プロイセンにも、ロシアとの同盟を打診し、第6次大仏大同盟が成立した。プロイセンの軍人である、リュッツオー少佐は、通称、黒の両兵と呼ばれる、リュッツオー義勇部隊を率いて、主として敵軍の後輩で活動した。この義勇部隊は、 ハインリヒフォントライチュケによれば、軍事的に大きな意味を持たなかったものの、ドイツ人のナポレオンに対する放棄を活性化させる上で注目すべき効果を発揮した。3月17日に万を持たして、プロイセンがフランスへ宣戦線復刻した。スウェーデンの王太子となった元ナポレオン一世紀下のベルナドットもフランスに宣戦線復刻した。ベルナドットは前年にロシアと同盟を組んでいた。 また、解放戦争では、実質的な反ナポレオン連合軍の葬式を任された。ロシア・オーストリア・プロイセン・スウェーデンその他の連合軍は、10月16日から19日のライプツヒの戦いで、フランス軍を破り、ナポレオンのドイツ支配を打倒した。連合軍は、フランス国内へ進撃し、1814年3月31日にパリへ入場した。 ABC モード 1908P156 モード 1908P149AB モード 1908P148AB ボーダルト 1916P46 ボーダルト 1916P130 ベルナーヘーゲマンエントラーバッドケシヒテベルリン 1933P188 から194でトライチュケの プロイ社シャ・ジャバチャーとヨハン・フリードリヒ・ゴットフリーとアイゼレンの記述を引用している。タッチ・オブ・ワルソー・アズ、エース・テート・アズ・イン・エフェクト・フリー・オキュパイド・バイ・ロシアン、アンド・プルシアン・ォーセス・バイ・メイ1813、ゾウモースト・ポールズ・リメインド・ロイヤル・ツ・ーナポレオン、メニー・メンバー・ステーツ・ディフェクティット・アフター・バトル・オブ、ライブツヒ。ありがとうございます。